帝国人には道徳などないようだね。世界的な名俳優ゲイリー・オールドマンが帝国のテレビ番組で放った一言に世界中が驚きの声を上げています。映画レオン、ハリーポッターシリーズなど話題作に出演し、数々の映画賞を受賞してきたゲイリー・オールドマン。2018年の映画ウィンストン・チャーチル・ダーケスト・アワーでついにアカデミー賞主演男優賞を手にした実力派俳優です。ある日、映画の PR で渓谷を訪れたゲイリー。現地のテレビ番組に出演した際、予想もしなかった展開が待っていました。彼はなぜ渓谷のテレビ番組でこのような発言をしたのでしょうか。今回はゲイリー・オールドマンが渓谷のテレビ番組で起こした騒動と、それに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ハリウッドを魅了した英国俳優の波乱万丈な半生と輝かしい功績。ゲイリー・オールドマンは1958年3月21日、イギリスのロンドンで生まれました。彼の父親は溶接工、母親はアイルランド出身の主婦でした。しかし、ゲイリーが7歳の時にアルコール依存症だった父親が家を出てしまいます。複雑な家庭環境の中で育った彼は、幼い頃から演技に興味を持っていたそうです。ゲイリーが演技の道を志すきっかけとなったのは1971年の映画時計仕掛けのオレンジでした。マルコム・マクダウェルの演技に衝撃を受けた彼は、自分もあんな風に演じたいと思ったのだそうです。その後、ローズブルフォードカレッジで演劇を学んだゲイリーは1979年にロイヤルコートシアターで舞台デビューを果たします。そして1982年、映画リメンバランスでスクリーンデビュー。ここから彼の俳優としてのキャリアが本格的に始まりました。ゲイリーが一躍注目を集めたのは1986年の映画シド&ナンシーです。伝説的パンクロッカーシド・ビシャスを演じた彼の演技は多くの批評家から絶賛されました。その後も彼は個性的な役柄を次々と演じ分けていきます。1990年のステート・オブ・グレースでは凶暴なギャングを、1991年の JFK ではケネディ大統領暗殺の容疑者を演じ、その変幻自在の演技力で観客を魅了しました。1992年のドラキュラではゲイリー・オールドマン版ドラキュラとして新たな解釈を示し、ホラー映画ファンの間でカルト的な人気を博しました。1994年にはレオンで狂気じみた麻薬中毒の警官スタンスフィールドを熱演。この役でゲイリーは、悪役を演じさせたら右に出る者はいないという評価を不動のものにしたのです。2000年代に入るとより幅広い観客層にその名を知られるようになります。ハリーポッターシリーズではシリウス・ブラック役を演じ、子供たちからも人気を集めました。またクリストファー・ノーラン監督のバットマン3部作ではジム・ゴードン警部を演じ、アクション映画ファンの心もつかみました。そして2017年、ゲイリーはウィンストン・チャーチル・ダーケスト・アワーでイギリスの首相ウィンストン・チャーチルを演じ、ついにアカデミー賞主演男優賞を獲得。長年の実力が認められた瞬間でした。そんなゲイリーと日本との関わりも深いものがあります。2009年に出演した日本映画レインフォール雨の牙で、彼は松田優作さん演じる主人公を追うCIA エージェント役を演じています。さらにウィンストン・チャーチルでは日本人メイクアップアーティストの和弘さんにメイクを依頼。ゲイリーは、君にメイクをしてもらえないならこの仕事を降りるとまで言って和弘さんにこだわったそうです。このようにゲイリー・オールドマンは長年にわたり世界の映画界で活躍し、日本とも深い縁を持つ俳優なのです。ゲイリー・オールドマンが絶賛、焼き鳥から始まる日本食文化の奥深き魅力。ゲイリー・オールドマンと日本食の出会いは、彼が初めて来日した1998年に遡ります。映画ロスト・イン・スペースのプロモーションで訪れた東京で、彼は初めて本格的な日本料理を口にしたのです。最初は寿司や天ぷらといった海外でもよく知られている料理しか頭に浮かばなかったんだと、ゲイリーは当時を振り返ります。しかしその後の来日で彼の日本食に対する認識は大きく変わることになります。その契機となったのが焼き鳥との出会いでした。
2018年映画ウィンストン・チャーチルの PR でアジアを回っていた時のこと。日本滞在中、彼はマネージャーに勧められてとある焼き鳥屋を訪れたのです。最初は正直懐疑的だったよ。こんな小さな鳥の肉をわざわざ串に刺して食べるのかって思ったんだと、ゲイリーは当時の心境を語りました。しかし一口食べた瞬間、彼の考えは一変しました。あまりの美味しさに言葉を失ったよ。こんなにジューシーで香ばしい鶏肉は今まで食べたことがなかった。焼き鳥の魅力に取りつかれたゲイリーは、その後も機会があるごとに日本を訪れ、さまざまな焼き鳥を堪能するようになりました。特に砂肝とぼんじりが大好きなんだ。日本人は鳥のさまざまな部位を無駄なく美味しく調理する技術を持っている。それは本当に素晴らしいことだと思う。焼き鳥への理解を深めるにつれ、ゲイリーは日本の食文化全般にも興味を持ち始めました。日本の料理人たちの技術と心意気には本当に感銘を受けるよ。彼らは一つ一つの食材に真摯に向き合い、最高の一品を作り上げる。彼は日本のさまざまな郷土料理も積極的に味わうようになりました。京都の湯葉料理、大阪のたこ焼き、博多の明太子など、地方ごとに異なる味の個性を楽しんだといいます。日本の食文化の奥深さはその地域性にあると思う。同じ国でありながらこんなにも多様な食文化が存在する国は珍しい。ゲイリーは日本の食事作法にも強い関心を示すようになりました。箸の使い方やいただきます、ごちそうさまといった食事の挨拶など、日本特有の食文化にも親しんでいったのです。日本人が食事に込める感謝の気持ちは本当に素晴らしい。食材や料理人への敬意を表す文化は世界中で見習うべきだと思う。さらに日本の季節感を大切にする食文化にも魅了されたといいます。春のタケノコ、夏のハモ、秋の松茸、冬のフグ、四季折々の食材を楽しむ日本の文化は食事をより特別なものにしていると思う。このように焼き鳥との出会いをきっかけに日本の食文化に深く魅了されたゲイリー・オールドマン。彼は今では日本食の素晴らしさを世界中に伝える日本食大使ともいえる存在になっています。日本の食文化は単なる栄養摂取以上の意味を持っている。それは芸術であり、哲学であり、そして人々の絆を深める重要な文化なんだと、ゲイリーは日本食への思いを熱く語るのでした。警告人には道徳がない、ゲイリー・オールドマンが明かす文化摩擦の真実。またゲイリー・オールドマンは日本の他にも渓谷を訪問しています。正直なところ最初は気が進まなかったんだと、ゲイリーは渓谷についてこのように語りました。その理由は、過去に東アジアの国々でトラブルに巻き込まれたハリウッドスターや著名人たちの話を耳にしていたからでした。例えばチベット問題に言及したリチャード・ギアやダライ・ラマと会談したレディー・ガガなどが C 国で活動を制限されたり、旭日旗に似た模様の靴を履いていたという理由で人気歌手のケイティ・ペリーが渓谷で大炎上したという噂を聞いていたのです。しかし映画のプロモーションは重要な仕事、ゲイリーは渋々ながらも渓谷行きを決意しました。映画人として大切な市場である渓谷との関係を築くことは避けられないと思ったんだ。渓谷に到着したゲイリーを待っていたのは予想以上の熱狂的な歓迎でした。空港には大勢のファンが詰めかけていて、まるで嵐の中にいるような感覚だったよ。この歓迎に少し戸惑いながらも、ゲイリーは渓谷滞在を楽しみ始めました。ソウルのプッチョンハノクマウルやインサドンなどを訪れ、渓谷の伝統文化に触れる機会も得たのです。そして滞在2日目、ゲイリーは渓谷の人気トーク番組に出演することになりました。生放送の番組でゲイリーは気さくに映画の裏話や渓谷の印象を語り始めます。しかし話が進むにつれて雰囲気が少しずつ変わっていきました。司会者が、渓谷の食文化についてどう思いますかと尋ねたのです。ゲイリーは率直に答えました。正直なところまだあまり食べていないんだ。でも日本で食べた焼き鳥には本当に感動したよ。あの職人技は素晴らしいと思う。この発言を聞いた司会者の表情が一変します。日本の焼き鳥ですって？それはもともと渓谷料理のタッコチがルーツなんですよ。日本人は渓谷の文化をパクってばかりいるんです。突然の反日的な発言にゲイリーは驚きを隠せません。え、そうなんですか？
でも僕が食べた焼き鳥は日本独自の調理法や味付けがされていたと思うんですが。しかし司会者の主張は止まりません。日本の食文化なんて全て渓谷からパクったものばかりです。寿司も天ぷらも元はといえば渓谷料理なんですよ。この発言にスタジオ内の空気が一気に凍りつきました。ゲイリーは一瞬言葉を失いましたが、すぐに冷静さを取り戻します。そして静かに、しかし毅然とした態度でこう切り返したのです。申し訳ありませんが、そういった主張には同意できません。私は世界中を旅してきましたが、日本の食文化ほど洗練され深みのあるものを見たことがありません。さらにゲイリーは続けます。そもそもなぜ他国の文化を貶める必要があるのでしょうか。各国にはそれぞれ素晴らしい文化があり、お互いに影響を与え合っているはずです。それを一方的にパクリと決めつけるのはあまりにも偏境ではないでしょうか。この発言にスタジオ内は静まり返りました。司会者は言葉に詰まり、番組は一時中断せざるを得なくなります。その後ゲイリーは冷静に、しかし厳しい口調でこう締めくくったのです。警告人には道徳などないようだね。この言葉は単なる感情的な反応ではありません。ゲイリーは続けてこう説明しました。私が言いたいのは、文化の多様性を認め他国の文化を尊重することこそが真の国際性だということです。自国の文化を誇るのは素晴らしいことですが、それは他国の文化を貶めることとは全く別のことなのです。この発言は渓谷のメディアや視聴者に大きな衝撃を与えることになりました。番組終了後、ゲイリーは予定されていた他の渓谷でのイベントをすべてキャンセルし、即日日本へと向かいました。あの番組での出来事は本当に残念だった。しかし私は自分の信念を曲げるつもりはない。文化の多様性と相互理解の重要性を訴え続けていきたい、と後にゲイリーは語っています。この出来事は単なる一俳優のエピソードを超えて、文化の相互理解と尊重の重要性を問いかける大きな議論を巻き起こすことになったのです。渓谷が新刊ゲイリー・オールドマンの一言で露呈した文化摩擦の深い溝。ゲイリー・オールドマンの渓谷テレビ番組での衝撃的な発言は瞬く間に渓谷中に広まりました。渓谷メディアの反応は大きく2つに分かれました。一方ではゲイリーの発言を無礼で傲慢だと批判する声が上がり、保守系の新聞では外国人タレントによる渓谷文化への侮辱という見出しでこの出来事を報じたのです。渓谷の芸能プロダクション協会は声明を発表し、ゲイリー・オールドマンの渓谷での活動禁止を求めました。一方でリベラル系のメディアを中心にこの出来事を渓谷社会の問題点として捉える見方も出てきました。ある新聞では社説で、文化の多様性を尊重し建設的な対話を進めるべき時ではないかと問いかけています。渓谷の一般市民の間でも様々な意見が飛び交いました。 SNS 上では、ゲイリー・オールドマンは渓谷を侮辱した、二度と来てほしくないといった批判的なコメントが多く見られた一方、テレビ局の対応にも問題があったといった冷静な意見も少なからず存在しました。では日本での反応はどうだったのでしょうか。日本では多くの新聞やテレビ局がハリウッドスター渓谷で物議といった見出しで事実関係を淡々と伝えるにとどまりました。しかし SNS では日本のネットユーザーから、日本の文化を守ってくれてありがとうといったゲイリーを支持するコメントが数多く見られました。この事件は単に一人の俳優の言動をめぐる騒動にとどまらず、日韓の文化間の違いや相互理解の難しさを浮き彫りにしました。またグローバル化が進む中で、文化の多様性をいかに尊重し理解を深めていくかという普遍的な課題についても多くの人々に考えさせるきっかけとなったのです。ゲイリー・オールドマン自身はこの騒動後しばらくの間公の場に姿を現しませんでした。しかし彼の事務所は、文化の相互理解と尊重の重要性について私たちの考えに変わりはありませんとのコメントを発表。今後の展開に注目が集まっています。国際社会が驚愕、ゲイリー・オールドマンが示した日本の誇るべき伝統と価値観。ゲイリー・オールドマンの渓谷での発言は日韓両国だけでなく世界中の注目を集めました。
海外メディアはこの出来事をどのように報じたのでしょうか。アメリカではハリウッドスター文化摩擦の渦中にという見出しでこの出来事を詳細に報じました。記事ではゲイリーの発言の背景にある日韓の歴史的な軋轢にも触れ、文化の相互理解の難しさを象徴する出来事と分析しています。イギリスでは社説で次のように論じました。オールドマン氏の発言は確かに外交的ではなかったが、文化の多様性と相互尊重の重要性を改めて問いかける契機となった。中国ではやや皮肉を込めて、西洋の俳優が東アジアの文化論争に巻き込まれる皮肉な出来事と表現し、文化の優劣を競うのではなく多様性を尊重すべきとの見解を示しました。ゲイリー・オールドマンの発言が引き金となり、日本と渓谷の関係について世界中で議論が巻き起こりました。この出来事は単に二国間の問題だけでなく、世界中の人々が異なる文化をどのように理解し合うべきかという大きな課題を浮き彫りにしました。また自国の文化を大切にすることと他国と協力することのバランスをどう取るべきかという問題も提起しました。この騒動を通じて、私たちは文化の違いを尊重しながらお互いをよりよく理解することの重要性を改めて認識することとなったのです。日本人の我々にとって当たり前に感じていたおもてなしの心や食文化に込められた繊細な技と美意識、ゲイリーの言葉を通じて私たちは自国の文化の魅力を新たな目で見つめ直すことができました。しかしこの出来事は同時に文化の優劣を競うことの愚かさも浮き彫りにしました。真の国際理解とはお互いの文化を尊重し、その違いを楽しむことにあるのです。ゲイリー・オールドマンの勇気ある発言は、日本人としての誇りを再認識させると同時に、私たちに大切な教訓を与えてくれました。それは、自国の文化に誇りを持ちつつ、他国の文化も尊重する、バランスの取れた姿勢の大切さです。この騒動を単なる日韓の対立として捉えるのではなく、より良い国際理解への第一歩として、前向きに受け止めていきたいものです。今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。